毎日更新ドグチューブドグマガザミでございます。もう新年明けましてだいぶ経ちましたね。先自販機ばっかりでは飽きると思いましていろんなね、おもちゃレビューしてるんですけどね、まあ伸びませんね何なんですかあなたたち、失礼な、いろいろ見たいって言うやったら全然いつもの再生数半分じゃないかこんなにね当たりがもうすでに出た自販機が見たいんですかあんたらは。元気な人ですね。僕はずっとやればいいの？その辺のことをコメントを書いてください。これからだから10回おもちゃレビューでそのうち1回ぐらい1000円自販機にしようかな。腹立ってきたな。じゃあ今日もやりますよ、はい、今日カメラマン違うんですよ伝説の当たりを出した This is 蝶がやってくれてますから、はいはい、お疲れ蝶。お疲れ様です。もっと嘘でも笑わなかったカメラマンは , 笑います笑います、大丈夫です。さあじゃあやりたいんですけども、本日はですね、なんと皆さん驚きですよ。新年早々スペシャルなゲストがこれお見えになっておりますので、お呼びしたいと思います。私が生んだ町、岐阜からやってきた、超絶おしゃべりおじさん、わざわざ東京まで来てくれました、私の兄 D1 さんでございます。どうぞ。いいですよ、ランボーの今怒りのアフガンですね、今怒りのアフガンの最後の最後、さすがよくわかるね。わかりますよ。さっきブロードウェイでね、人形売ってたんで買おうかどうか迷ってます。トラウトマン大佐といろいろね、あるそうですね。はい、懐かしいです、どうもなんか兄貴とこうやって出ると恥ずかしいですね。大変な感じだね、いつもながら、はい、はい、ここウイルスが何、ウイルスが強くて、ついてすぐ喉痛なりましたすごい東京は。あれですか、僕ら全然大丈夫ですけどね、やっぱ岐阜の綺麗なあのやっぱ空気吸ってますから。やっぱり D1 さんあれですね、はい、こう東京に似合わないというか嫌いなんでしょうねきっとね。東京にちょっとなんか憧れもありつつ、ありますよ、もうアンチテーゼみたいなとこありますもん ね。ありますあります。ただね、あのブロードウェイすごいなんか持ってます。ブロードウェイでね、すぐ買いましたものがございます。これいいかな、あげいいですよ、どうぞ。機動戦士ガンダムより、うん、本日ご紹介させていただきますのは、あ、すごい、モビルスーツインアクション、はい、ゴック US 限定サブマリンカード。すごい、不人気な D1 趣味の部屋ややっぱそうなんかな、ごめんね、著しくアップすると再生数が落ちるそうね、気にしとってね、まあやめようかな思ってたけど、あのなんかおじさん向けのあれやね、ヒカキンさんのレビューみたいな。そうです、そうです、40代のヒカキン目指してますから、はい、需要があるんですかね、それはね。ないですね。でもこれすごい高かったんですけど、はい、すぐ買いました、ね、いくらだったんですか。まあ、1万何本とか。えそりゃ奥さんに叱られるよ。いやいやいや、3万円でやってますからこれ見てますか奥さんすいません、買っちゃいました。これはダメですよ、新しくね、お子さんも生まれたばっかなのに。そうなんですよ、こんなことしてますよ旦那。いやいや、もうこれでね、家族で楽しく遊べますよ。遊べへんわこんなもんアンパンマンのおもちゃとかとゴックと一緒に遊べますよ、これ。嘘つけ奥さんに家族あれって売ったらいくらになるの全部いつも言われとるやん、売ってしまえこんなの。すいません、すいません、奥さんすいません、いつも。さあそんな D1 さんですけども、はい、いよいよ来ましたよ、出たい出たいって言ってるこの。そうですね、全員自販機です。これはもう絶対今日僕当てて帰りますわ。お、いいですね、はい、やっぱりもう今年で何歳ですか。41に41 はい。でもさ、おじさんおじさんと思ってたけど、俺も37やからね、もう年取りましたね。年取ったね、年取った37で41ってまあなんかすごいね、管理職とかしないとダメやもんね。あ、岩さんは会社やられてますけど、僕はちょっと本当頑張らないので。そうですよね、今年こそは結婚したいんで、ぜひ。そうですね、ぜひ、ね、はい、当てて、ちょっと当てて、はい、弟ねんの鼻抜けにしてくださいよ。なるほど、ぜひお願いします。よし、わかりました。はい、じゃあ早速やりますよ。じゃあすいません、はい、この番組の手としまして、あ、もう持ってますね言う前からよしってますね、チャットを出せる、ジッピでやっていただくって言おうと思ったらもうやってますね。じゃあすいませんけど、ジッピでお願いします。すいません、じゃあいきます。これはいいもん出すでしょう、 D1 ですから。よし、 D1 これ何、あ、そうです、これを押していただいて、これちょっと待ってください、ただ売り切ればっかで2つしかボタンないです。あ、結構ね、あれですね、新年売り切れが多いんですね。あ、ここもある。じゃあ3つのうちから1個いきましょう、はい、そうですね、うん、じゃあ、チチンプイプイ、何それなんかあったでしょ、そんなおまじないみたいなこれでいきます。はい、じゃあいきますよ。はい、どうぞ、はい、音に注目しましょう。おお、まあ、結構重たい。まあまあまあ、結構重めな感じですね。重めな感じですね。さあ、出るのか iPod、iPad、 3DS、 PS ビータ、重いでしょ扉。
お旅先でも安心、お外出先でもしっかり磨ける、お音波振動歯ブラシ。よいしょ。これは岐阜から来たんでちょうどいいんじゃないですかこれね、音波でこういるかもうゲストの皆さんね、だいたい一発目こういう表情になりますからねどうしようこれみたいな。これ今日帰るから昨日欲しかったよそれやったらほんまやな。これでもいいじゃん、奥さんに。まあそうですよね、プレゼントしたら裸で出てくるんですねこうやって。ほんまやな。なんかもうちょっと箱に入っとって何気ないだろうなみたいなことはない。そう普通は箱に入ってるんですけど、裸やん。たまに面倒くさい時そのままなりで入ってるんです。薬局でもちゃんと袋入れてくれるディーマンさん1回目はこちらの、電動歯ブラシでございましたけども、はい、まあでもディーマンさんこれはやっぱねゲストの方には3回やってもらいますから。あ、なるほど。明日か明後日、はい、来てくださいよ、はい、明日も明後日も。わかりました。すいません、はい、それではディーマンさんがまた明日は何を弾いてくれるんでしょう。皆さん明日見てください。さよなら。さよなら。